やばい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 ジャンプ43号イエーイ。はいどうもこんにちは、ワンピース大好き海です。今日も動画ご視聴いただきありがとうございます。ぜひともね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで本日はですね、週刊少年ジャンプ43号が来ましたのでね、こちらをね語っていきたいと思うわけなんですけども、いやー、一部ではねツイッターとかでね、 X で、はい、呪術廻戦のね話題が持ちきりでございますけどね。いや、呪術熱いっすね。熱いって言っていいんかわからんけど、僕アニメでね今呪術は追っていて、まあその先の漫画とかもまあ持ってはいるんだけど、多少ね、だから全然内容わかんないけど、まあわかんなすぎて、逆にわかんなすぎていっかと思って、ここ最近ちらほらこう流し見してたんですよ。まあ今回ねめちゃめちゃ話題になってたんで、ちょっと見とっこうかなと思って見たんですけどね。いやー、ちょっとこれについてもね語りたい部分はあるんだけど、まあまあまあ、ちょっとね呪術はね、いきなりすぎるっていうのとね、今回ちょっと衝撃的すぎる感じだったんで、まあ僕のねこの発言ぐらいにとどめとこうかなとは思ってるんですけども、まあね、そんなこんなで今回はですね、ワンピースですよ。ワンピースもね非常に熱いわけですよね、まあ、こちらを今回ね語っていけたらと思っているんですけども、はい。そしてですね、お知らせのところを開くグラ箱ですね、グラ箱のところを開くとですね、まあ一番くじ、まあ前々から情報はねあったわけなんですけども、一番くじのね、このエモーショナルストーリーズのね2弾というねのが紹介されてるんですけどもね、いやー、1弾もねめちゃめちゃ熱かったんですよ。1弾めちゃめちゃ熱くて、まあだいぶ今ねこう値下がりしてきてて、こう買うにしてもね買いやすいかな、まあてか2回ね出たんですね、あれね再販とかあってね人気すぎて、まあでも良かったんですけど、こうまあなんですかね、ザ名シーンみたいなところが結構あったんですね。このルフィがシャンクスから帽子をもらうシーンとか、ロビンとオルビアとかね、その中でもこう4個あったんだけど、まあ、ヤマトと何がしね、このセットが出るんだっていうのが、まあ、一番僕らとしてはね欲しいなって思わされたとこだったんじゃないかなって思うんですけど、まあ、今回はねこのおでんと日和とかね、まあ、ベルメールさんのじこなみとか、まあ、チョッパーヒルルクはまあまあ比較的出やすいポジションかなとは思うんですけど、でね、レベッカ兵隊さんとか出んのよ。やばくない？めちゃめちゃ欲しいだろ、これ。いや、毎回ここ、ね、1個2個、こう、ここ出るんだっていう枠がね、出てくれるのがね、いいですね、このシリーズね。どんぐらいの大きさなんだろう？僕1個持ってないんで、まだね、飾るとしたら結構また幅取る感じになるのかな。どうなんですかね。さあ、ということでね、本編の方やっていきたいと思います。今回は第1093話。ルフィ VS キザル。今回っていうかね、ここ最近のワンピース、なんかこう、救済もあったり、2週に1回だったりっていうので、こう、ちょこちょこっと間が空いてるから、あんまり気づかないかもしれないけど、この間、キザルってタイトルついたばっかりとかでね、キザルタイトル多いね。めっちゃね。まあ、そんだけやっぱ重要っていうかね、キザルがこう戦闘でしっかりと本気を出してくる、キザルが大きく絡んでくるんだっていうのをね今回伝えてくれてると思うんですけども、まあ、ルフィ VS キザルっていうタイトルですね。まあワンピースね、 VS ってついたからって言ってね、あんまりそんな戦闘描写ないこともあったりするんで、特に空島編なんかね多いんだけど、むしろこっちじゃねみたいなねタイトルがねつく時があるんですよね、結構ね。とはいえ今回はねキザルともしっかり戦ってましたしね。はい、ということで前回ねこうルフィがキザルをガシッとこう掴んだところでね、まあ、物語は終わったわけなんだけど、まあシシシってことで笑ってね、うわー振り回してね、でもキザルも参ったねーって、お手柔らかに頼むよーってね、ではバーンって思いっきり投げてね行くわけなんですけど、うひゃ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 飛んだなーっつってね、なんか悪役みたいな感じです。まあ悪役って、まあこの世界で言うと悪役なんでね、まあ、ただ何の攻撃のねあれにもなってないしね、キザル光なんてね戻ってくるなんてのはもう分かってるとこなんですけど、今のうちを逃げなきゃ、ルフィがキザルを止めてるうちにどこ行くんだ、アトラスがね動こうとするわけですよ。どこ行くんだと、下の層でパシフィスタの命令権を奪う、でなきゃバリアを解いたったのにレーザーでやられちまうぞっていうね、あ確かにそうだなっていうところですよね。でまあもうねその下にもね行けるようになってますし、まあキザルとかルッチっていうのはねこう今止めてくれてるっていう段階なので、まあちょっとこう安心してますよね、安心できる段階になってるっていう感じがあるので、まあここでねアトラス、こう暴力っていうかね暴れるのアトラスですから、うん、このアトラスが率先して危険なところに身を投じていくんだなっていうのは、ちょっとこう役割のね重さっていうかしっかりしてる感じを感じましたね。でそれが一番や、メガパンクを超える意見はない、パシフィスタを制した方の勝ちや、待てアトラス、私も行く、なんとステラが、私も行くということで、ウソフも言ってるんですけど、はい行っていいわけねえだろ、おめえの命を取る取らねえで起きてる事件だぞ、しかしおいフランキー君、ボニーが仮装におるようじゃが、生きてるか、よかった、キザルに蹴られてバリアに激突して大の大人がついとって何が蹴られたじゃ
めちゃめちゃ怒るわけですよ。なんでこんな怒ってんだろうな。まあまあね、大事なね、存在ってのはわかりますけど、めちゃめちゃ怒ってんなっていうところなんですけど、悪かったすまん、すぐ助けに行く。でもバリアがよ、もしこちら3時、ボニーちゃん救出なら俺も絶対行くぜ。レガパンク、お前さんの言う荷物は全部回収した。わしは裏口へ向かうぞ。みんなそこで落ち合おう。まあ3時もついてきてくれるならね、フランキーとか3時とかついてきてくれるなら、まあだいぶ安心かなっていうところありますよね。で、仮想ファビリオフェーズでは、ギャー、街の中心部にまだ近づくな。近くに海賊ジュエリーボニーがいる模様。どっかに潜んでる、気をつけろ。年齢を操作されるぞっていうことで、まあ、海軍がね、まあ、案の定こう子供だったりこうおじいちゃんだったりっていう風になってるわけなんですけども、なんかこうどことなくね、キザルが出てきたりとかルッチが出てきたり、まあ五老星が出てきたりっていうのがあったんで、なんかボニーの強さっていうのがこうちょっと薄らいでたとこがあると思うんですよね。まあボニーってその最悪の世代の中で言うと、まあ、そんなにこう下の方というかね、強さで言うと弱い方にはなるので、でキザルにね、やっぱ一瞬でこう蹴られたりとかっていうのもあったんで、なんかボニーがこうどことなくこうなんていうんですかね、まあ、クマの娘っていうのもあったりして、ちょっとこう戦闘っていうのをちょっと忘れがちだったんですけど、まあやっぱりねボニー強いですよね。こういう風にまあ以前から力を発揮してるわけですけども、でボニーはねその近くで隠れてるわけなんですけども、まあ、戦闘丸を発見、黒焦げだっていうことでね、これ戦闘丸が黒焦げで倒れてるんですけど、ボニーがねキザルに蹴られてバリアを通って上でボカーンなんてギャーッと落ちてきた時に、こう助けてくれたというか、落ちてくるボニーを支えてくれたのが戦闘丸なんですよね。でまあね、あの戦闘丸もキザルにやられてるので、しっかりこう黒焦げになりながらも、ボニー逃げろ、海軍が来るって言って倒れてしまったということで、まあ、戦闘丸もね、やっぱボニーについてはやっぱりいろいろ聞かされてるところなんですかね、わかんないですけどね。でどうする、全て終わるまで隠れきれるかっていう風にね、まあ、言ってるんですけど、まあ、この島にはね中将とかも上陸してきてるわけですから、まあ、ボニーもねやっぱ中将クラスになるとちょっとどうなんだろう、大丈夫なのかなっていう部分はね出てくると思うんで、はい、早くね見つけたいところですよね。でラボフェーズの方ではですね、あはははおーやってんなゾロっていうことで、手伝おうか、お前はキザルに集中しろってことで、これゾロとルッチのね戦いが描かれるわけなんですよね。で2人ともぜーぜーはーはーと言いながらこう交えてるわけなんですけど、これ式の力でうちの船長と戦わせてもらえると思うなよ。まあ言ってますねゾロもね確かに四皇のナンバー2殺しがいがある。ルッチもねこう不敵な笑みを浮かべてるわけなんですけども、まあルッチもね自分でね確かにって言っちゃってるんでね、うん、ルフィにはかなわないみたいなところちょっとまあ半ば認めてる部分はあるのかなと思うんですけど、まあゾロにね、まあルッチもこう最初はね普通に人型のスタイルでゾロとこう見せ交え始めたわけだったんで、やっぱりルッチの方がちょっと強かったりするのかなって思ったんですけど、まあ今現在ねルッチも人獣型っていうか、まあ覚醒の状態になってますんで、まあ本気を出してやってるっていうことですよね。でまあゾロもねあの刀にね煙みたいなのがまとってるんでね、まあこれエンマか、エンマのあれってことになるのかな、わかんないですけど、まあ本気でね2人ともやってるけど決着がまあついてないっていうことなんで、まあルッチはねゾロのレベルというか、しかもゾロにこれ式って言われてるぐらいなんで、はい、まあちょっとルッチがねちょっと低くなってきちゃってるなって感じなんですけど、ここでキザルね、あの描写が映りまして、投げられた後のキザルね、海に落ちるねーってグイーンってこう体をねひねってね、で八坂にのマガタマで、飛ばすと、そして光のあれで戻ってくるっていう感じになったわけなんですけど、まあ、まさか戻ってきた時にねルフィがの目の前に現れるんですけど、全部の光がねキザルになって現れてくる、分身みたいな感じでね現れてきて、ルフィもって驚いてますけど、天の村雲でルフィに切っていく、まあ、ちょっとルフィもかするんですね。でゴムゴムのドーンウィップって切るんですけど、まあ本体じゃないんでね、でどいつが本物だって縦一列に並ばせたところで、かかったなゴムゴムのドーンスタンプって全員こうひとまとめにダーンって蹴るんですけど、本物もやっつけたかっていうところで、まあルフィはね騙されちゃうわけですね。本物なんていなかったわけです、ここにはね。で実際ベガパンクとかがいたあの司令室っていうかね、そこにこうキザルの本体は行っていて、ウソッポこう掴んでね、いや引っかかったの俺だった、おかしいねベガパンクはどこに、でそこでバーンと飛び出していって、ベガパンクが飛び出していくんですね。まあ、あの、アトラスとね、ステラが。まあ、そこにサンジもね、待て、俺も乗せろ、ベガパンク、どうしたんだ、結束変えてよ、って言って、まあ、ついていってるんで。まあ、そこは安心ですよね。手を出すなよ、海兵ども。私が今、助けに行くぞ、ボニー。あんな幼い子を見殺しにできるか。ここですよ、皆さん。幼い子を見殺しにできるかっていうね。まあ、クマとベガパンクっていうのが、まあ、この関係性があって、クマの頼みでボニーっていうのもしっかり見ていかなきゃいけないみたいなところって、まあ、僕らでも理解できたところですよね。なんですけど、幼い子を見殺しにできるか、まあ、まるで自分の子供かのようにも言ってますし、すごく小さい子に対しての発言なんですよね、これってね。ボニーが
あれ？じゃあ何歳なの？っていうことにもなってきますよね。どこに行く気だいベガパンク、キザルがピューンとレーザーを飛ばすんですけど、ルイはそれ食べるんですね。食べてあちーっつって光がねなるんですけど、キザルもまあね驚いてるように、まあルフィこんなこともできるとか、もうなんか聞かない、まあね貫かれたりとかするのかもしれないけど、口の中で言っちゃってますからね。で俺も行くっつってフランキーもねついてってるんで、まあこう安心なところあると思います。でリリス、フランキー将軍で船を運べ、うん、リリスちょっと可愛いよねやっぱね。でエクエット海岸が映されまして、報告、上層ラボフェーズよりドクターベガパンクが降りてきました。全パシフィスタよ、ベガパンクより命令を変更、島の海兵を一掃せよっていう風にアトラスが叫んで、ここでねジェーガルシア・サタン星の不敵な描写が浮かんで終わりということになるんですね。はい。そして、なんとですね、事後救済ということでね、45号だから、火曜日っぽいですね。10月10日の火曜日っぽい感じがしますね。ちょっとまたどうしよう、読めねえのか。くそー。もう毎回はちょっと、じゃあ、ワンピースはね、2週に1回みたいな感じになっちゃってるんでね、ちょっと辛い部分があるんですけどね。はい。まあ、ということでね、43号ジャンプ、1093話ね、だったわけなんですけども、まあ、まずはやっぱ最後のね、ジェイガルシア・サタン星がね、いよいよ動いてくるのかというところがあります。今回そのアトラスがね、命令したことによって、パシフィスタの命令権ってのは一時やっぱりこっちにつくと思うんですよね。ただ、ベガパンクよりも、五老星の方が意見が高いっていうのがね、まあ、もともと、五老星が来てた段階から言われてたことなので、まあ、ついにね、ジェイガルシア・サタン星が動き出してきそうなね、展開になってますよね。で、まあ、ルフィたちがこうどういう風にここから脱出していくかにもよると思うんですけど、まあ、ボニーはね、あんまり興味ない感じ、五老星とかからしても興味ない感じなんで、ボニーはね、まあ、心配ないのかなと思うんですけど、それを助けに行っちゃったベガパンクの方ですよね。で、ジェガルシア・サタン星が来たと、いう風になった時に、やっぱりルフィと対マッチアップするのかなと。まあ、ジェイガルシア・サタン星がどんぐらいの力を持ってるかなんですよね。まあ、かなりこう強そうな雰囲気はありますし、なんならキザルとかよりも、全然強いんじゃないかなっていうのは伺えるんですけど、なんとなくね、サボとの時のね、あの描写を見てる限り。ただそうなった時にジェイガルシア・サタン星をルフィが相手して、またこう一個ずつ序列が下がっていくじゃないですけど、キザルが例えばゾロとかでルッチがサンジとか、まあ、わかんないですけど、まあなんかそういう風にこう下がっていく、まあジンベイとかもありえなくはないと思いますけど、っていう展開になってくんすかね。なんかちょっとこうめちゃめちゃこうグワッと物語的に佳境に入ってきたっていう感じがねするんですけども、ただやっぱこう複雑さも増していきます。どういう風になってくんだろうなっていうのがね、わかんないところなん で今回ねキザルとルフィのマッチアップがあったわけで、まあ、キザルもねしっかりと本気っていうか、技を繰り出して、今までになかったようなね技も繰り出してルフィに挑んでってるなっていう感じはするんですけども、やっぱりどことなくまだこう全力を出し切ってないっていう感じもありますし、やっぱりこうルフィの戦闘スタイル的にも全力感はなく描かれてしまうっていう部分はあるので、まあ、これがどこまで本気でねどういう結末を迎えるのかっていうね、まあ、キザルはね、キザルはやっぱりその立場的にも僕は本気を出さなきゃいけないと思うんですよね。これがルフィサイドにつくみたいな展開が、こう裏切り的な展開があるんだったら本気じゃなくてもわかるんですけど、海軍の立場でずっと行くんであれば本気じゃなきゃ意味ないんですよね。この場面で本気で任務を遂行しなきゃ意味ないん で本気を出さないとルフィたちにはかなわないじゃないですか。今ね、その掴まれて投げられてみたいなね、まあ、遊びみたいな展開になっちゃいますよね。なんでキザルは本気を出さなきゃいけないし、まあ、もしかしたら本気を出してるのかもしれないんですけど、よりね戦闘描写が描かれるんじゃないかと思いますんでね。はい。まあ、どういった展開になってくるのかね。2週間後なんですけどね。はい。楽しみに待っていきたいと思います。皆さんもね、ぜひ一緒に楽しみに待っていきましょう。はい。ということで、本日はね、ジャンプ43号の、ワンピース大戦93話をやっていったわけなんですけども、この動画がね、良かったと思ったら、ぜひ高評価と、そしてチャンネル登録何よりよろしくお願いします。ぜひ皆さんのね、コメントとかもお待ちしておりますので。まあ、ちょっと長いですけどね、また次回お会いしましょう。さよなら。